はい、ということで、ちょこちょこね、プレゼントをこのジムに送ってくれる人がたくさんいるんですけど、あんまり開封動画撮れてなかったんですけど、はい、今日は、また吉田三郎くんに、はい、ありがたいことに来てるんで、また吉田くんに結構来るね。吉田くんのファン多いね、結構。そうなのかな、ありがたいことです。でもこれはね、多分あ誕生日だったじゃないですか、昨日。あ、そっか、はい、誕生日か。誕生日のことだと思うんですよね、多分。なるほど、誕生日プレゼントですね。吉田くんの誕生日をちゃんと覚えてくれてるってすごいよね。ただその新メンバー紹介で言ったぐらいだもんね、確か。そうだね、動画では。それを俺たちの誕生日プレゼントはなかったもんな。え、なかった。いや、俺はもうね、たくさんあったでしょ。たくさんあったじゃん。メンバー2人から来たのかな。ああ、動画にはなってないけど、うん、まあ、あれだね、次は佐々木くんの誕生日なんで、今。確かに、メンバー内としてはね、うん、じゃあ、このこっちからね、開けていきたいと思います。そうですね、これは今ね、はい、練習したでしてて、はい、手がちょっと震えますね、乳酸疲れすぎて。ここがめっちゃ痛いんですよ。携帯持てん、うまく、いつもみたいに。ちょっとブレちゃうかもしれん。今日はね、まあ、前回もそうなんですけど、撮影の後に、ついでに練習させてもらってるんですよ。そう、吉田君も最近練習してるもんね。ちょっと上手くなって強くなってきてる。楽しくない格闘技って。あ、すごい楽しいよ。で、いい汗かくし、アドレナリン出るしさ、うん、この男ってやらないといけない時あるじゃん。そうだね、そういう時のために強くて損はないですからね。そうです。もしなんかね、あった時に嫁とか子供を守れればそれぐらいでいいかなとは思うけど、はい、7年彼女いない人が嫁とか子供っていうのやめてください。まあそうだけど、未来を見据えてね、はい、言ってるわけですよ。そうですね。お、すごい量入ってるやん。結構ありますよ、本当に。何これ、こんなにくれる？これ一人の人ですか？多分そうだと思います。二つとも？いや、違う。あ、別々の人が。うん、おお。嬉しいね。いや、すごいですね、本当に。うん。こんなにいいんですか、逆に。こういうファンの人とさ、はい、今度デートしてみたって動画撮るか。いやー、きつい？それはどうなんですか？見た目的には。俺的には別にいいよ。吉田くんの勝手だから。お、これは可愛らしい。はいはい、はい、ザ・プレゼント。ちょっと当てよっか。オッケーオッケー。ちょっといい、うん、大きさ的によ。大きさ的に、なんだこれ。ちょっと待って、これはもうこれ指輪しかありえんだけど、俺の中で。俺の中で結婚指輪しかは思い浮かばんけど。俺も思ったんだけど。それはないじゃん、絶対。それ来たら、キチがよ、キチがよ。でも結婚指輪じゃなくても指輪ありえるんじゃない、なんかその。あ、確かに。そう、あ、でも俺の指のサイズなんかわからんか。そう、ということは、わかった。何？ピアス。あー、はい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 。どうでしょうか。ぽいね。ん？ぽいね。ぽい？確かに。そう言われてみると。ネックレスとか縦長だしね。そうですね。あ、指輪にしか見えるけど、まだ。もう完全に指輪。完全に指輪？完全にこれ指輪じゃないの。え？あ、違うの？これピアスなんじゃない？え？ピアス？あ、ピアスだ。ガチやん。何これ。やっぱ俺正解でしたね。すごっ。これ何、これダイヤじゃない？ガチの。ガチダイヤか、これ。ガチダイヤなんじゃないのこれ。え、すごっ。え？ちょっと今吉田くん何つけてんだっけ？今俺ダイヤじゃないんですよ。ちょっと吉田くん結構ダサい、なんか蝶々みたいなのつけてます。蝶々じゃないか。何これ。わからん。わからん、変な昆虫みたいなのつけてますけど。昆虫は変ないでしょ、さすがに。なんかクロムハーツもどきみたいな。そう、これは全然なんかその辺言ってる。でもなんか鉄だと僕すぐ荒れちゃうんで。はいはいはい。なんかそういう雲のピアスですね、多分。雲ではいいんですか、つける。いいでしょ、それ。でも俺でかいんですよ、穴が。あれ。
そのダイヤが突き抜けるってことありえる？ちょっと待って待って、それありえるかもしれない。そんなことある？ちょ本当に穴がちょっとでかいんですよ。あ、あ、大丈夫ですね。おしゃれだな。でもキャッチないのかな。これがキャッチか。おしゃれですねこれ。やってます？なんかやっぱ大人の男って感じ。なんていうの、あのそんなさ、うん、その雲みたいな。雲みたいな。なんかすごいアピール感がすごかったわけよ。あ、俺ここにいるぜみたいな。でも、うん、これはなんか、はい、ふとした時に気づく。それで言ってダイヤってマジでおしゃれよ。確かに。ふとした時に。そう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 。ってことですね。貫通信かな俺耳に。大丈夫そうですかね。うん、ギリギリ大丈夫ですね。これだ、これでさえ、うん、この大きさでさえ、このまま抜けますからね。マジで、うん、このキャッチとかだと。あ、キャッチが、もうこのまま。あ、じゃあそれ抜けるかもしれない。そう。それ逆に反対は左、右は、こっち開いてないですよね。そっち開けてもいいかもしれない、逆に。なんか昔あったよ、右は女子みたいなさ。は？右は女子みたいなあったよ。両耳女子とか。両耳は、うん、男は左みたいなのがなかったっけ当時。え、あ、あ、そうそうだね。そうだよね。右につけてると確か男好きになっちゃう。そうだっけな。そういう女ではないのか。でも女の子は2人とも開けたりするから、うん、左につける方がいいんですよね。僕はこっちしか開いてないんで。それだからそっちにもう1個開けてもいいしね。開いてんの？ 3 つ開いてるし。あ、3つ開いてんの。そっちの上の方が入らん。いや入るかな。いやでも位置おかしくないこれ、デザイン的に。軽く抜けますから。あれ、キャッチが、キャッチがなくなりました。そうか、結構でかくしたもんね、俺たち。そうだね。俺はでもね、結構いい感じに閉じた。閉じた。マジ？え、何？吉田君、親指ぐらいにしたっけ？そうだね、親指ぐらい。多分、周りみんなやったんですけど、みんな塞がってないもんで。俺でも結構塞がってない？だいぶもう抜けはせんよ絶対。どんぐらいやったっけ？向ける。俺も親指ぐらいいったよ。こんぐらいの人差し指ぐらい。再生のあれが強いんか。再生のあれ、あ、でもつけとったか。つけとった、つけとった。つけとらんとやっぱ縮まるっていうか。そうですね。いやー、素晴らしいプレゼント。あれ、嬉しいですよ。あれ、キャッチ見つかった？どっか行ったんすよ。キャッチどっか行った？それはぐらい。ちょっと一回ここに置いときます。あの、後から探しましょう、はい、たくさんあるんでね。ありがとうございます。これすごいね、本当のダイヤっぽいね。なんか、うん、そんな高価なプレゼントしちゃう？あ、こういう、あ、これがあれなんですか、説明書みたいなんですか。説明書ですね。プラチナ、あ、プラチナダイヤモンド。プラチナダイヤモンド、やばいじゃん。あ、これならあれないですね、耳も。ありがとうございます、これ本当に。すごいね。キャッチは後で探しとくんで。そっちのキャッチでも使えるかもしれない。あ、入らんか、あの、スコスコだった。あ、スコスコだった。お、この辺はあれですね、痛み止めとか。おお、あの、肝臓のヘパリゼ的なやつ。はいはいはい。これで練習もはかどるっていうことですね。そういうことですか。はい、じゃあ、次のやつ、いきます。うお、なんか山ほどなんか入っとる。なにこれ。マスクか、まさかの。なにこれ。わからん。あ、入浴剤じゃないですか。あ、入浴剤すごい入ってます、これ。どんどん量よ、これ30。吉田くんも引っ越ししてね、はい、ちゃんと風呂に入れるようになったでしょ。あ、もう毎日入ってますよ。どうですか、で前とは住み心地違う？たくまの家に、たくまのところでは本当に、なんだろう、角のすごい狭いスペースに、うん、まあ、そこを一角借りて、はいはい、布団一個引けるぐらいのスペースです、本当に、うん、でそこにずっと寝てたんで、シングルで、はいはい、マットレス引いて、まあ、で昨日ちょうどね、あの、届いたんですよ、買ったベッドとか。あ、入った、あれ入った、入った、入った。ギリ、いや、あれマットレスがシングル、シングルだったから。あ、全然余裕で入った。なるほど。しかもなんかエア抜きみたいな感じで空気抜いてちっちゃくでしょ、うん、ああ、なるほどね。じゃあ今快適な生活をしていると。そうです。
だから昨日まさに初めてそのベッドで寝たんですけど、はい、違いましたか。いや良かったですね。なるほど。あとお風呂もやっぱ広くなったからめちゃめちゃ、うん、タクマンチに比べるとね。確かに。じゃあ入浴剤をたくさん使ってもらって。最高です。これは何ですか。これ本当にね、吉田くんのこと好きじゃないとできないよこれ。だって吉田くんのことを思って、はい、いろんなさ、うん、こんだけのことをさ、だってピアス買って入浴剤って別の場所でしょ多分全部。あ、確かに。そんな1日ぐらい潰してさやってますよこれ。お、これ何ですか。美容ケア。ああ、パックみたいな。あ、そうですね。なるほど。シャンプーとかですかね。あ、シャンプーですか。いいじゃないですか。美意識を上げてもらえる。めちゃめちゃ高級そうな見たこともないシャンプーです。美意識を上げてほしいってことかな。多分そうなんじゃないかな。あとなんかお手紙が1枚ついてまして、これはまあ後で読ませてもらうんで。はい。1人目の方はそうですね、ピアスと入浴剤とかその生活品のもろもろ入ってますね。はい。じゃあ2人目。ありがとうございます。何この靴。これはこれ中学校の体育の授業の時のこれ一応ナイキですからね。でも、あ、そうなんですか。これお、マスクです。とりあえずうわ、これは嬉しいね。これないんじゃないの今。ないよ。ないんでしょう。でも吉田くんマスクつけたの見たことねえな。そう、つけないんですよ、俺も。不審者になるじゃないですか。確かに確かに、完全に。だからもうサングラス取るか。もうサングラス取らしに来てんじゃないこの人。あ、そういうことかな。取ってよみたいな、うん、と、ありがとうございます。マスクね、でも使えるんでね、本当に。なるほど。吉田くんも28歳か。なんか、これはメッセージカードですかね、お手紙。LINE 書いてあったりするんじゃないの。ん？ LINE とか書いてあったりするんじゃないのかな。これ、これとかに。そう、写真とか入ってたらいいよね、より。あ、私です的な。うん。そんなことあるかね。分からん。これなんだろう。これ当ててみますか。はい。これはね、はい、これなんだ。ハッピーバースデー。これちょっとわからんな。お、ドローン飛ぶやつやん。東京では使いようのないドローンが来ました。いや、使えるよこれ。使える。これあの免許いるんじゃなかったっけ。いや、いらない。え、ドローン、うん、いや、ドローン免許いる区間あるよ、区域。あ、そうなの。そう、区域によってはドローン必要ですから免許。へえ。でもこれ地元とか帰った時にさ、え、なんかさ、東京って荒川とかでかい川があるじゃないですか、うん、あっちの方ならいいんじゃない。やっとるし俺に。いいね。これなんか好きだわ俺。好き？うん。家にもなんかね。俺企画思い浮かびました。浮かんだ？うん。何ですか？ドローンを電池切れるまで空を飛ばして誰がキャッチできるか。そんなもん。川の中心とか行く人おる。川もう突っ込んでさ、ジャブジャブ行ってもうキャッチするやつ。あ、もうそれでも取った人は相当なさ。報酬というか、あれがないと。そうだね、頑張れないよね、うん、流される可能性あるからね、荒川に。荒川すごい流れ速いらしいよ。まあ荒川ですからね。あ、確かに、名前の通りか。そうです。まあこれ嬉しいな。ドローン使えばいろいろありますよ、やれることがね、うん、企画とかね。でもこれカメラついてるのかな。あ、カメラもついてますね、なんか。いや、当たり前でしょ、だからドローンなんだから。あ、そっか。そのためなのか。そのためです。何言ってんの。ただそのラジコン感覚。この人はマジでたまに天然なとこありますから。じゃあドローンにカメラついてるわって、それどういうことだ。ラジコン感覚だった。ああ、そういうこと。空飛ばすヘリコプター的な。うん。嬉しいな。これで遊びたいですね、本当は。遊べる区域で。そうだね。あのさ、地元の海とか飛ばしたくない？まあいいですね。ガチ PV みたいなの撮れそうじゃない？ああ、確かに。あ、それでドローンだけのさ、自然の動画を1本上げてみる、うん、ああ、ありかも。サブでもメインで。そうだね。清木場さんのさ、うん、
キャンプ場とかもドローン飛ばして見てみたよね、上から。あれしかもさ、まあ、動画ではさ一部しか映ってないけど、すごい奥まであるみたいだからさ、うん、ああそうなんだ、まあ、山1個買ってるわけでしょ、あれ。とんでもないですね、あの人。山持ってるってかっこいいよね、本当に。いや、こんな感じでね、僕の誕生日、なんかまず覚えていただいてることでだけですごい嬉しいんですけど、まあ、僕のために時間を使っていただいて、買っていただいて、本当に送ってくれて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。なんかこれからもね、ちょっと頑張って朝倉メンバー盛り上げていきたいと思うので、温かく見守ってください。噛んでるやん。